はい、MK2 の町でございます。はい、MK2 のケンさんでございます。さあ、というわけで、はい、真夏の全国ツアーのうん、虹が、そう、当落がもう出てると思うんで、はい、まだ見てないよね。見てません。どうなってるかね。いやーね、怖いですよ怖いね。よね。前回ね、ショックだったんでね。でさ、いろんなこう YouTube 動画出してる人見ても結構落ちるんですよ、やっぱ。なんで、ちょっとどうなってるか、これから見るって感じだもんね。そうね。まあね、僕は、ね、当たっていると確信してる。というのも、日頃の行いがいいので。自分で言そうです、そうです。そう思いたいだけう。あ、いいね。まあでもそれも大事だから、ポジティブに。怖いな。ハードル上げたよ な、今。さあ、じゃあ実際に見てもらえますか。チケットをチケットご用意することが。が、ダメか。マジか。ダメか。マジか。そうか。いやなかなか通れないね。厳しいね。と言いつつ、もう3時始まってるんで、もうこの場で、と言いますか、3度目の正直なのか、2度あることは3度あるなのか。いや。そこはやっぱね、3度目の正直正直やっりていたういよ言葉ね。を信じてね。まあ、新潟だったらね、行けない場所ではないと思うから。そうね。多分、あれじゃない？多分だけど、うちら早く動画撮りたいから、初日だって申し込んでないのに、会場行くと思うんですよね。そうなんですよ。おそらくね。まあ、その辺歩いて動画撮ってくるんじゃないかなと思いますけど。というわけで、3時は6月の3日から順次、当落が出るということなんで、またね、結果が分かり次第、動画出そうかなと思うので、そちらも見ていただければと思います。お願いします。さすがにね、さすがに取れるでしょ取れますでしょ。その日までは本当にいいことしかしないんそうで。ですね。はい、というわけで、とりあえず終わります。はい、マッサージします。え？いいことをしなきゃいけ そういうことね。ない。では、終わり ます。はい。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。